久保さん、名前間違えましたね。柳沢慎吾ですかね。まあいいや。まあ、このオリンピック出たんで、オリンピックだと、有森裕子さんですかね。これ、オリンピックでマラソンで銀メダル取ったかな。で、その時のインタビューシリーズ、インタビューで、初めて自分で自分を褒めたいと思いますみたいな。これ結構、世に残ってると思うんですけど。どうですかね、人生ね、相当、なんだ、まあその有森さんなんかはね、相当いろんな練習とかいろんな大会とかいろいろやってきて、何十年も多分やってきたと思うんですけど、その中で初めて。ということは、そのセリフの言葉の裏返しは、一度もね、自分が誇れるようなことができていなかったっていう修羅の道というかね、一度たりともね、まあ、相当過酷な練習やってきたんだけども、それでも褒められなかったっていうね。だけど、オリンピックでこの銀メダル取った時は、もういいかなと。もうやったなっていうのを、なんか、自分の人生に納得したというかね。なんかそういう、なんかすげえ重み、考察できるんじゃないかなと思うんですよね。でも、どうですかね。まあ、人生生きてきて、自分に納得できることってありました？僕はガナリさん、高橋ガナリさんにね、人生とはっていう聞いたら、確認かなみたいなね。確認とか言ってたね。確認できるような人生いいよねみたいな。まあ、有森さんのこの言葉を借りるんだったら、人生とは何かと。納得ってことですね。納得。納得できるようなことを送ってきたのかどうかっていうね。結構結局、他人に何言われようが、自分が納得してるのか納得してないのか、自分が食べたいのか食べたくないのか、自分が欲しいのか欲しくないのか、納得して買ってんのか買ってないのか、納得してその会社今日も行ってんのかと、納得した上で今日会社行ってんのかとかね。だからその納得できる人生が送れたか送れないかって結構、まあ生きるという大きなこの中で結構大事なフレーズなんじゃないかなと思います。多くの人は納得できてないじゃないですか。多分。不平不満言ってますよね。納得できてないと。国に納得できてないですよね。国のなんか政治とかに納得できてないですよね。で、不平不満言ってるじゃないですか。まあ、僕はね、納得できてませんと。よかった。納得してるからこそ、この納得を守りたいですよね。今の生活を守りたいし、だからより頑張れるし、頑張れるというか、まあ、なんか、やれるしね。本当ね、振り返ると、僕は大変だったけども、今思うと、鹿児島で独立してよかったなっていうのが、納得しかないですね。まあ、もし鹿児島で独立しなかったら、多分この久保さんとのやりとりもなかったし、億万長者合宿もやってなかっただろうし、まあ、そもそもこのね、やり合いは世に生まれてないですからね。でもこれ世に生まれて多分伝説だと思うんですよね。多分久保さんとこのやりとりは多分10年、20年続くと思うんで、これからもね、久保さんが死なない限り、僕が死なない限り、まあ久保さんが死んでも、久保さん、帰ってこないんですけどみたいな動画僕が撮ってたりね、僕が先に死んだらね、吉田さんと、最近なんか動画来ないじゃないですかみたいなね、どこ行っちゃったんですかみたいな、勝手に撮ってるかもしれないし、だから結局、お互いが死ぬまで続くみたいなね、もはや。もはやお互いが死ぬまで続くんじゃないかなっていう最近は思いますけどね。やり合いなんだけども、どっちが先にくたばったらね、動画こう作られてないですよみたいなね。そう。どっちが先にくたばるんですかね、久保さんと僕。どっちですかね。まあ寿命的には久保さんが先にくたばるんだけども、年齢的にはね。ただね、久保さんなんか強そうだからね。僕の方が早死にしそうですよね。僕の方が早死にするのかな。もうタバコも吸うしね。もう久保さん、タバコ僕吸いますからね、これ。タバコ。タバコ、ここタバコ吸えるんですよ、珍しく。タバコ吸うし、お酒も昨日飲みましたし、昨日ね、ハイボール2杯飲んで、意気消沈しましたね。昨日ハイボール2杯、うまかったっすね、ハイボール。めちゃくちゃうまかった。で、ジンギスカン、今ね、北海道いいんですけど、ジンギスカン何十年ぶりかに食べたんですよ、ジンギスカン。
いや、めちゃくちゃうまかった。なんか僕は6歳ぐらいまで、北海道にいたんですけど、たまにそのね、6歳以降も、まあ、おじいちゃんおばあちゃん北海道なんで、たまに北海道にこう、おじいちゃんおばあちゃん家に行くとかあって、まあ、ジンギスカン結構ね、ちっちゃい頃食べたりしてたんですけど、なんか、ほんと久しぶりにジンギスカン、ほんとに何十年ぶりだと思うんですけど、なんかジンギスカン食って、なんかガキの頃、うわ、これこの味だと思ってね。ジンギスカンこの味だったな、こんな味だったなと思って、ジンギスカンとハイボールが神的に あってめちゃくちゃうまかった。だからうますぎて、ジンギスカンの肉もおかわりしたし、でハイボールもおかわりしちゃってでも昨日もなんか記憶ないですもん。なんか帰ってきていつまで寝てましたね。そう、久保さんはねお酒もタバコもやらないですから、健康的ですよね。僕はどうなんですかね、まあ納得できるね人生を送れると納得なんじゃないですか、多分いい死に方、いい生き方というかね、いい死に方ができるんじゃないかなと。納得できてるんだったら、でも納得できないこと、納得できないようなことをやってこなかったんだったら、それは死ぬ時にやっとけばよかったみたいな、納得できず死んでいくっていうね、一個も納得することなくて死んでいくみたいな。だからまあ自分で自分を褒められるような、一度でもそういうことがねできるような人生を送れたらいいんじゃないですかね。いってらっしゃい。